ところにさ、室内着があって、それ着て寝てたんですよ。スワちゃんがブクっておはようって起き上がってきた時にさ、シャツな、タンクトップ、何あれは、まあ、シンプルに下着です。シンプルに下着。そうで、そのままむっくりと起き上がったら、下もすでにパンツで、パンツみたいな。なんかドアとかに行ったよね、上脱いでいいって。あ、でも上は許可 して脱いでた。まあ、下はもう無意識のうち脱いでたから、もう無理やんね、それは。え、下も脱いでたの？寝たやん。いや、起きたらパンツだった。起きたらパンツで、はけーっつって。そう、あ、いいじゃないですか、ね、その話は。まあでも、あとはね、多分ね、うちしか知らないスバルの夜の情報ありますけど。何、怖い。ちょっと待って、何。3回ぐらい腕でギロチンされました。どういうこと、どういうこと。バーン、エルボー来たの。そう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 。寝相どうなってんだ。あ、だからスバちゃん寝てる時にトワちゃんが襲いに行くっていうね。吹雪もスバルに襲って、あ、そうそう、おはようございますって言ったけども、その時に、そう、俺服着てねってなったんです。あれ、めっちゃっとめくってみたら、あれ、逆ドッキリみたいになっちゃった。そうそうそう、逆ドッキリになった。